とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、クエストですね。Y 犬の人と話しましょう。聞いてくれ、実はさっき、くまこさんから連絡があったんだ。もうすぐ学園に戻るってね。すごく驚いたけど、あの声は確かに本物のくまこさんだった。何、お願いなんすか？立て直したい。おお。うん、風紀に解体されていなくなったメンバーもいる。確かにね、アニメでも集めたよね。はい。あ、この手伝いをしてくれってことね。はい、いいですよ。じゃあ早速、Y 犬メンバーを呼び戻さないと。ああ、人探しか。オッケーオッケー、わかった。まず飼育小屋と、宿舎ね。わかった。行ってきましょう。あ、まず、宿舎の、ヒッキーですね。あ、いた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 。いた。アニメで見たキャラだ。うん。はいはい、なるほど。すぐに風紀委員がやってきて、外に追い出されてしまったんです。Y 犬を再建させる前に、風紀委員の監視を何とかしないと。そうか。ヒロノさんに相談してもらえますか？それが解決したら Y 犬に戻れます。なるほどね。わかった。じゃあ次、飼育小屋の方行きましょう。この子かな？いた、いた。アニメで見た、見た。はいはい。お、ヒロノさんのことも心配で Y 犬に戻りたいって思ってました。でも Y 犬を復活させるなら、元の開発力を取り戻さないとですね。解体されるとき、風紀委員会に、ああ、全部取っていかれたんだ。足りないものがないか、ヒロノさんに相談した方がいいかも。まあ、どっちにしろ Y 犬に行けってことですよね。よし、報告に行きましょう。なるほど。Y 犬の再建にはまだ課題が残っているってことだね。まず君たちには開発素材を集めてきても、あ、素材はいっぱい持ってるよ。どれぐらいいるの？風紀委員会に奪われた素材はそのまま取り返せはしないけど、学園内で手に入るものだから調達してきてほしいんだ。これがあると、いや、簡単だな。たった3つ？ 3 つで再建できるの？余裕、余裕。めちゃくちゃ余裕。お、わかった。もうすぐだよ。はい、もう持ってきた。それぐらい簡単にあるよ。じゃあ次の、あ、まだ課題あるんだね。うん。次の課題なんだ？うん。ああ、そうね。風紀委員の監視をなんとかしなくちゃいけませんね。わかったよ。奴らがどうやって監視しているのか。さすが、ヒロノさん。ほう、調査してたら、揚力の反応。揚力を使ってるんですね。なんと、この Y 犬の中を音量が、どこにいるの？音量。なるほど。はいはい。通常の人間には見えないわけだな。のぞき見なんて悪いやつだ。いくぜ。いや、違う。ちょっと。関係ないぞ。音量を退治してくる。うん、してきましょう。ありがとう、助かるよ。じゃあ準備ができたら僕に話をかけてください。声かけますよ。まあまあお腹は減ってるけど大丈夫でしょう、ね、大丈夫。音量倒すぐらいだったら全然いけます。おお、ガシャコイン3つもらえるんだね。行こう。ああ、なるほど。あそこね、あの経験値が美味しいビッグブラックと戦う場所か。まあ敵のレベルもまだまだ弱いので、弱い弱い、楽勝。はい。で、俺思うけども、あれだよね、これ変身した後出ないんだよね、ポーズが。うん、通常の状態の時ってポーズ出たけど、変身した時出ないんだ。おお、色違い、インディゴン。ほう、3体目のやつですね、メテオゴンの。いや、しかし
しかし弱い。おっとチャンス、いきなり俺がうまいとこついちゃった。よっしゃ、ド発点から、うわーすごい。いやいやいや、やっぱレベルの違いですよ、レベルの違い。一戦、あー、コマ君に取られたか。まあまあこんなもんでしょう。おっと、これはボス武器を落とすやつですね。インディゴロッド入手しましたけども、まあレベルが低いので使い物にはならないでしょうね。でもあんなでっかいやつがここを見張ってたんだ。気づかないもんだね。協力してくれて助かったよ。いやいや、大丈夫だよ。おかげでこの通り、以前いたメンバーも戻ってきたんだ。外見の再建ももう目前だな。おめでとうございます、ヒロノさん。ありがとう。ところで、みんな集まって何か始まるんですか？それがさっき連絡があって、クマコさんが到着したみたいなんだ。あ、どうやって登場するんだ？今、七雲さんが呼びに行ってくれてる。風花先輩とクマコさんって知り合いだったんですね。みんなお待たせ。クマコさんを連れてきたわ。それではご登場いただきましょう。クモ池クマコさんです。皆さんお久しぶり。うちが雲池くまこです。はてってなってた。何言ってるんですか、空花先輩。くまこさんはどこに？ついていけない皆さんのためにこの記録映像をご覧ください。ああ、まあまあアニメと一緒の感じだね。くまこさんだ。皆さんご存知の通り、うちは Y 学園を退学になりました。けど、あの時決めたんです。いつか絶対に Y 学園に戻ってくるって。でも、うちのまんまだと戻ってこれない。だから別人にならなくちゃと思ったの。実際この後ろにタイヤをくくりつけて走るのってどうなんだろうね。俺今まで見たことないんだけどね、これしてる人。俺もその体質改善のマシンが欲しい。いやいやいや、骨の形全然違うし。違うよ。雲池くまこってあれだろ。ぽっちゃりしてて、メガネかけてて、食いしん坊でフードファイターのあいつだよな。フードファイターかどうかはわからないよ。なんですね。今まで黙っててごめん。くまこさん、お帰りなさい。ただいま。これからはみんなずっと一緒だから。風紀委員会にバレたらまずいから、このことは内緒ね。はい。そしてうちが Y 研に戻ってきた理由は、新型の YSB ウォッチを開発するため、アルティメットレボリューションウォッチ、略して UR ウォッチよ。そそる名前の新ガジェット、きたー。それってどんな性能なんですか？これまでよりも革命的に容量が大きくて、はるかに強力なパワーを発揮できるわ。エイリアンとの戦いもかなり有利になるはず。実用化のめどは？まだ何とも言えない。だけど完成までの道は見えてる。だからもう少しだけ待ってて。うちが、うん、Y
Y 犬のメンバーが必ずラント君たちを勝利に導くから。頼む。なんだか光が見えてきたね、純平くん。 UR ウォッチか、楽しみだぜ。おお、解決ですね。ついに Y 犬が復活したね。三つまたぎ先輩も仲間になったし、ヒーロー大集結な感じで上がる。問題は次の一手だね。どうやって風紀委員会を追い詰めるか。クルホシナユを操ってるっつうやつを見つけりゃいいんだろう。一人一人てめえ宇宙人がこらって聞いてみるか。正直に、はい宇宙人ですとは言わないんじゃないですか。なら体育館に全校生徒を集め、目をつぶらせて質問するのはどうだ。なんて聞くの。誰にも言わない。この中で自分が宇宙人であるというのは、正直に手を挙げてくれ。無理だろ、それ絶対無理だわ。何人か挙げるけどね。宇宙人そんな素直じゃないと思いますよ。なんかいい方法ないのか、バシッと解決できるやつ。それなんだけど、みんなに使ってもらいたい秘密兵器があるの。お、何？何？どんなの？Y犬のみんなと一緒に作った N ビーコンという装置よ。 N ビーコン？それってもしかしてベーコンの親戚か？そんなパンに挟む食い物でどうにかできるもんなのか。完全になんだ、食べ物じゃないんだけどね。違うから。この N ビーコンを使えば、宇宙人が出す特殊な波長 N 波長を検知することができるの。 N 波長？それってもしかして長い話の野々村課長。野々村課長って誰？いそうだね。学園内に潜んだエイリアンを見つけ出せる装置ということだ。うん。どうやって使うんだ？ Y 学園の全校生徒が必ず通るところに設置するの。そうすれば全員をチェックできるから、誰が宇宙人か割り出せるはず。全校生徒が通るところか。だったら校門から校舎までの道とかどう？そうですね、あそこならみんな通るかも。じゃあ校門前と校舎前、この2カ所に設置しましょう。よし、この装置を使って黒星ナユの本体を突き止めるぞ。はい、ということで今日は Y 犬のクエストクリアしました。話がどんどん進んできましたね。次は宇宙人を見つけるみたいです。はい、やっていきますのでチェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。